待ってたぜ、桐生さんよ。娯楽王か。来てやったぞ。何か用か何か用かだと。アホか。用があるに決まってるじゃねえか。おい、この前警告したよな。手を引けって。さもないと。さもないと殺すというわけか。よーくわかってるじゃねえか。お前を殺せばお前に奪われた物件も土地も取り戻すことができるしな。一石二鳥だ。白ポムチャンネルの白羊です。という5学ゼロ実況プレイ続きを始めていきましょう。ということで、今回もサブストーリーの方ですね、やっていきたいと思います。まあ、前回の雑誌記者のところですね、人会クラブでしたかね。まあ、そこを行きましょうか。やってなかったんでね。あれは春日か。人会紹介所店。何か喋っているようだが、小声でボソボソ言ってて聞き取れねえな。いいだろう、来い。お、いなくなった。確かこの辺りで人会クラブとやらの調査をしているんだったな。まさに潜入調査をしているところだったのか。また今度あの酒場で話を聞いてみよう。あれ、この龍神会館ってあれじゃなかった？桐生さんが入れ墨掘ってるとこじゃなかったっけ。確かそうだよね。まだこの話では出てきてませんけど。もう一回あそこ行かないといけないのか。さて、じゃあ聞いてみましょうかね。ここはカムロ町の裏を探っている雑誌記者カスガがいるバーだったな。入りましょう。カスガがいたら土産話でも聞いてやるか。いない。カスガはいないようだな。カスガ今日は来ないのか。待ち合わせですか。いや、ああ、いや、そういうわけじゃないんだが。よくこの席で飲んでる男いるだろう。今日は来ないのかと思ってな。ああ、あの方ですか。確かに以前は毎日のようにいらしてたのに、最近は全く顔を見せてくださいませんね。ん？そうなのか？うん。ええ、最後にお見かけしたのは、あなたとお二人で飲んでらした時ですかね。ああ、あの時か。ん？確かそれって春日と人会クラブについての話をしたときか。その後ピンクドリューラで調査をする春日を見たが、あれから春日はここに来てないってことか。嫌な予感がするな。心配ですね。ん？ああ、そうだな。でもきっと大丈夫ですよ。うん、そうだといいが。春日を最後に見た場所、ピンクドリューラに行ってみるか。なんかちょっとこの感じジャッジアイズっぽいよな。ちょっとジャッジアイズっぽくていいな。え、カツアゲくん寝てんじゃん。カツアゲくん戦ってみるか。ちょうど金も持ってねえし。おい、いただく。お、なにこれ、金取れんじゃん。お、すげえ。あ、寝てる間だって金取れんだ。あ、めっちゃ取れんじゃん。連打してたら。あ、中押ししてたら。え、これラッキー。お前、起きた。あ、起きしまった。バカ。おい、お前。くそ、面倒な野郎に捕まっちまった。いやいや、あんたが金盗んでたんだろ。いいところでやったな。最強生物を目指すためお前の金をいただくとしよう。何度言われても答えはノーだ。どうしても俺から金を奪いたきゃ、力ずくで奪ってみやがれ。覚悟はできてるようだな。それでは遠慮なく叩き潰させてもらおう。我が金は俺のものや。後悔するな。さすがにね。おお、危ねえ。あ、体力削れてる。うれ。うーわ。攻撃力高すぎだってマジでこいつ。頭おかしいんだよな。くそー、このイカレ野郎が。よっしゃ、
うわボケ、ほとんどヒートアクションも、あっぶねー、なんかヒートアクションかなんかでやっぱ当てないと、いやーもう強いな、ちょいこいつマジイカれてるわ、ほらボケ、うわぶねー、一撃食らっただけでもやられそうだもんな、なんか的確にヒートアクション出したいな、使えないか今、生きた、よっしゃ、ういえ、釘バットジェイボゲー、うれいいね、まあこういう感じで的確にこう使っていけば、あとちょっとだね、油断しないようにいこうかな、危ないからね、あれいい、よっしゃボケー、勝ったな、ロッキー906万、どうだ俺をそこらの奴らと一緒にしたら怪我する程度じゃ済まないぜ、やるな、生物最強の道、そう甘くはないということか、生物最強、お前本気で言ってるのか今回は俺の負けだ、だがこれで終わりだと思うなよ、俺は強くなり必ず戻ってくる、その時まで金を大事に貯めておくんだな、ラッキー、ちょうどね能力を上げるためにサブストーリー40個、へえ、その終わったんだ、お金を使ってたとこだったんで1000万ただでもらいましたね、ただっちゅうかまあ喧嘩に勝ってたが、じゃあ春日に会いに行きますか、あいつ大丈夫かな、え、あ、いるじゃん普通に、ん、あれは春日、おいおい春日、しっかりしろ、はあ、はあ、キリュウ君、一体何があったんだ、キリュウ君に逃げ、あ、なんだって、ひとまず場所を移すぞ、こんなところまで逃げてやがった、あ、お前は誰だ、その男渡してもらおうか、確かこの男ここで春日と喋っていたやつだな、人買いクラブの人間か、いや悪いがそれはできない、俺はこいつの知り合いでななんだそいつのお仲間さんか、そうかそうか、この町には知らない方がいいことが山ほどある、お前らが何者かは知らねえが、俺らの周りを嗅ぎ回ったこと売られた先で後悔しな、なるほど、こいつをぶっ倒せば話が進むってわけだな、よっしゃ楽しみだな、ガード硬すぎだな、うって強っ、うれガード買って、いやもうガード買った、こいつ全然突破できねえな、ガードがムカつくな、よいしょ、うおー、なんだ今の動き、独特な動きすんな、うれよいしょ、調子こくなよ、おい金たんまり持ってそうだなお前、しゃーうってこの野郎、壊し屋スタイルで殴っちゃった方が、ちょ、キリュウさん、よいしょ、うわ強っ、こいつ強いな、よいしょ、うらうぃオッケー、うらボケー、うらすげえ壊し屋スタイル、なかなかやるな、だがもうじき応援が来る、そいつをかばいながらどこまで戦えるだろうな、くっ何をしているのですか、あ、この声はボス、ボスがどうしてこのような場所に、申し訳ありません。こいつらはすぐに捕まえます。だからご勘弁を。その二人、見逃してあげなさい。でも、こいつらはクラブについて嗅ぎ回ってて。その人たちはただの一般人です。少し好奇心が旺盛だっただけでしょう。ですが、我々の秘密を知られて。だから何だというのです？
相手が仇だと見破れず商談しようとしたお前にも落ち度があるでしょう。申し訳ありません。わかりました。じゃあな。何者だあいつら。今の男助かったのか。キリュウ君、今回も助かった。ありがとうよ。早く人買いクラブの商品になるところだった。カスガ、さすがに今回はいい教訓になったろ。今後危ないことに首を突っ込むのはやめておけ。面目ね。一度ならず二度までもキリュウ君に迷惑かけちまってな。反省したら。やっぱり身の丈に合ってなかったのかね。カムロ町の裏を探る記事、しばらくはやめとくかね。ああ、しばらくは頭を冷やした方がいいかもな。それでもまだカムロ町の裏を追いたいと思ったなら、今度は最善の注意を払ってやればいいさ。お、いいこと言うね、キリュウ君。そうさせてもらうぜ。うん。それにしてもあの男が来なければ俺たち危なかったかもしれないな。ああ、俺は伸びちまってたから知らねえけどよ。人買いクラブのボスの姿見たんだって。いいな。見たと言っても帽子を深くかぶってたからな。顔ははっきりわからなかったぞ。それでもすげえと思うけどよ。だってひょっとしたら裏社会を牛耳ってるすげえビッグな人間かもしれねえんだぜ。これさ、人買いクラブのボスってまさかシェラックの店主じゃないよね。なんか大丈夫ですよって言ってたし、なんか知ってそうだったよね。大げさなやつだ。しかしあのボスの声、あの佇まい、どこかであったことがあるような気がする。謎に包まれし人買いクラブのトップ、その正体はあなたの身近にってとこだな。言ってるそばからこれだ。ちゃんと反省しろよ。すまねえ、こいつはもう職業病だな。カスガらしいな。また仲良くお酒が飲めるようになってよかったですね。やっぱりそうじゃない？ああ、そうだな。カスガ、マスターもお前のこと心配してたんだぞ。あ、そうなの？マスターありがとう。これからも毎日飲みに来るよ。ふふ、それは嬉しいですね。でも気をつけてくださいよ、お客さん。あのホクロそうだよね、口元のヒゲといい。絶対そうじゃん。この町には知らない方がいいことが山ほどありますからね。ん？この声。ん？どうかなさいましたか？いや。いや、なんでもない。まさかな。うわ、怖ー、なにこれ。このサブストーリー怖い。ちょっと鳥肌立ったじゃん。そうだったんだ。面白ー。なにこのサブストーリー、めっちゃ面白いじゃん。すごいなぁ。いやぁ、ということで、どうしようかなぁ。ああ、なになに？んだよ、絡んでくんだよ、めんどくせぇなぁ。おい。お！春日だ！よぉ、キリュウ君、元気してたか？よぉ、春日じゃないか。また危ないことに首突っ込んでないだろうな。その辺はぼちぼちな。まあ、うまいことやってるさ。相変わらずだな。しかし、こんなところで何やってるんだ。実は、キリュウ君にお願いがあってな。雑誌の記事の取材も兼ねて、俺、あんたの仕事を手伝いたいと思ってるんだ。何？俺の仕事？人手が足りないから助かるは助かるが。へへ、じゃあ決まりだな。よろしく頼むぜ。給料分はきっちり働くからよ。お、マネージャーか。サンキュー。まあ、あんまり使えなさそう。給料って金は取るんだな。まあまあそう言うなよ。こう見えても俺は結構いい仕事するんだぜ。わかったよ。まあよろしく頼むぜ。おうおう、こちらこそよろしくな。あんま使えよ。ちょ、占い師さんじゃない？ひひひ、ここにいればまた会えると思っていたよ。お前はこの前の占い師。俺に何か用か？ああ、ちょっと運命に導かれてね。私はあんたの仕事の手伝いをすることにしたよ。超助かる。絶対当たるもんね、あんたの占い。なんだ運命って。まあ手伝ってくれる分には助かるが。決まりだね。これからよろしく頼むよ。アドバイザーか。つんよすんぎやね、これは。私の占いの力があれば近い将来あんたの金運が上がることは間違いなしだよ。大船に乗った気持ちでいることだね。俺は占いなんて信じちゃいないんだが、まあよろしく頼むぜ。助かる、間違いねえな、本当によかった。
よっしゃあ。さ、社長、どうした？どうしたんだ、そんなに慌てて。娯楽王の部下がさっきやってきて、これを。なんだこれは。挑戦状のようです。俺の縄張りに恋と書かれていました。奴の縄張りに。あいつのことですから、おそらく暴力で片付けようとしているのでしょう。罠です。行かない方がいいですよ。いや。行こう。暴力で決着をつけようというのなら、こちらも好都合だ。くれぐれも気をつけて。娯楽王の縄張りはセレナの裏だったな。しっかり準備をして向かうとしよう。ファイブビリオネアからの挑戦状を受けている間は店舗からの利益回収がストップしてしまう。じゃあさっさとボコボコにして帰ってくるか。待ってたぜ、キリュウさんよ。娯楽王か。来てやったぞ。何か用か何か用かだと。アホか。用があるに決まってるじゃねえか。おい、この前警告したよな。手を引けって。さもないと。さもないと殺すというわけか。よーく分かってるじゃねえか。お前を殺せばお前に奪われた物件も土地も取り戻すことができるしね。一石二鳥で。そもそもお前さえいなければ今頃俺は山の井を潰してこのエリアをほぼ全て手に入れることができたんだ。邪魔しやがって俺みたいな素人に邪魔されるんだから、そもそもお前に経営スキルがなかったんじゃないのか。それにお前の経営ってのは暴力や嫌がらせで山の井みたいな年寄りを脅してるだけだろ。それで経営者気取ってるなんて笑っちまうぜ。なんだと。ファイブビリオネアの一人であるこの俺様を侮辱するとはもう許せねえ。娯楽王様の恐ろしさ思い知るがいい。おい、こいつを血祭りにあげるぞ。なんだよこの野郎。真島さんの時と違って楽でいいな。暴力で解決できるんだもんな。そっちの方が桐生さんにとっちゃ好都合よ。おい、そうだろうが。おら、おい、おい、よいしょ、うらこけ。何精一杯お前ら捨て頃でやってんだよこの野郎。武器でも何でも持ってこいや、おら。そうだろうがよ、おい、そうだろう。そうしろ、そうしろ。うい、うじゃ、うらボケ。言ってんだよ、この野郎。この野郎、余計なことしやがって、おら。うじゃ、あとおめえだけだぞ、娯楽は。しっかりしろ。おら。どうした、うい。そんなもんかこいつ、なんもねえな。しかし武器が、よいしょ。おお、何それ、なんだこいつの動き、なんかカンフーか。うわすげえ、カンフーだな。よいしょ、うれ。ゴミ箱使える。あー、なんだよここ、ほとんど武器使えねえじゃねえか。壊しやすさでは向いてねえな、おれ。あ、でもまあなんかパワープレイでいけそう。結局力だな。おお、すごい。お、なんだ、かっこいい。何このイベント、アーケードゲームみたい。強すぎる。どうした、俺を殺すんじゃなかったのか。悪かったって。なあ、おい、情けねえな。娯楽王様ともあろうお方がよ。うわ、なんだこいつら。ん、ああ、お前ら来てくれたのか。なんだ貴様ら。そうか、お前は知らないのか。なら教えてやろう。俺たちがファイブビリオネアだ。キャラ濃いな、みんな。お前らがファイブビリオネア。いやー、助かったぜ。お前らがいれば100人力だ。さあ、一緒にこいつを。負け犬が何を言ってるんですか。何、え、てめえみてえな金だけの使えねえ男に俺たちが協力するわけねえだろうが。しかも情けねえ負け方しやがって。てめえはファイブビリオネアの面汚しだ。さっさと消えろ。そんな。お前ら仲間だろ。あら、何言ってるの？ファイブビリオネアは仲間じゃないわよ。
ただ目的が同じ億万長者5人の総称、仲間じゃない。だからあんたの死に食いなんかする気にないの。そんな俺らはお前を助けに来たわけじゃねえ。お前を倒した男の顔を拝みに来ただけだ。これから世話になるだろうしな。あんたが桐生社長か。俺は賭博王って呼ばれてる男だ。以後お見知りおきを頼むぜ。そしてこっちが風俗王よ。ピンク通りエリアで遊ばせてもらってるの、よろしくね。そして僕は芸能王、ディスコキングとも呼ばれているよ。電脳王です。どうも。娯楽王を倒してこれで天界地通りエリアはほぼあんたのものになったわけだ。おめでとうさん。さてそれでこの後あんたはどうする気だ。天界地通り以外のエリアにも手をつけていくつもりか。ああ、もちろんそのつもりだ。カムロ町をいつまでもあんたらのマネーゲームとかいう遊びに使われたくないんでな。言ってくれればね。どうしてこんなクソ汚い町にそんなに感情移入ができるんだか。いや大した男じゃねえか。正直俺たちはこの土地へのこだわりはない。だがこの土地を生む金にはこだわりがある。もしこの場所があんたにとって大事な場所なら死ぬ気で俺たちから奪ってみるんだな。ああ、そうさせてもらうぜ。ちなみにあなたが倒した娯楽王は5ビリオネアの中で一番弱いビリオネアです。くれぐれも調子に乗らぬよ。まあせいぜい頑張れや。弱小事務所の貧乏経営者さんよ。楽しませてちょうだいね。また会おうね。それでは。賭博王、風俗王、芸能王に電脳王か。厄介な連中だな。なんだまだいたのか。もしよければ俺もあんたの仲間に入れてもらえないか。は？何？仲間に？なんでいらねえよ別に。ああ、5ビリオネアの名前に泥を塗っちまったからな。下手したら俺あの人に消されかねえね。あの人？こっちの話だ。頼むよ、俺を仲間にしてかくまってくれ。ちゃんと仕事はするからよ。あと、もしよければ部下の竹下も一緒に。頼む。ち、情けねえ野郎だな。まあいい、人手は足りないからな、好きにしろ。やった、鬼生きるぜ。マネージャー娯楽王とガードマン竹下。ああ、まあまあ使えんじゃねえか。まあ竹下もこれからが本当の戦いの始まりか。お、チンピラの封印開封。あ、チンピラの封印の解除ね。なんか開けちゃったみたいになっちゃったけど、開封って。よかった、早速使ってみるか。まあ正直いらねえけどね。消されてもよかったけど。お金回収できるようになってるかな。桐生さん、どうやら娯楽王に打ち勝ったようですね。お見事です。やはりあなたに任せて正解でした。あの娯楽王さんがここに来て挨拶していきましたけど、どうなってるんです？ああ、あいつはここで働くことになった。手強かった分味方につくなら心強い。山野井さん、いいよな。ええ、先ほど彼から直接謝罪を受けましたし、つまらぬ感情で貴重な人材を失うのももったいない。私も彼の採用には賛成しますよ。娯楽王さん、詫びの品だって言って物件の権利書を置いていきましたよ。確認しましたが、それらの物件は他の5ビリオネアのエリアの店舗ですね。彼らのエリアに切り込む起点にできそうです。芸能王が管轄しているエリアだけはちょっと準備に時間がかかりそうですけど、他の3つはすでに準備できてます。へえ。お仕事がいっぱい増えて大変ですけど、頑張りましょうね社長。マジか、助かるな。そりゃほんとだ。パチンコで成り上がった俺の今日を見せてやるぜ。上がったり下がったり、それが人生だぜじゃねえんだよ。お前パチンコだけで上がったのすごいな。じゃあお願いします、お願いします、お願いします、お願いしますということで、まあこんな感じでやっていけばいいんだ。これめっちゃ稼げそうだね。一旦セーブして、今6000万ほど持ってるけど、なんか下手に能力とか上げずにエリア拡大をした方が良さそうだな。